鳥山石燕《根弱がと続百鬼より、川赤子鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されている、川赤子のブロンズ像。川赤子は、鳥山石燕の妖怪画集、根弱がと続百鬼にある日本の妖怪。その名の通り、川、沼、池などの水辺に出現する赤ん坊の姿の妖怪とされる。根弱がと続百鬼によれば、 足の歯の茂った皮目から上半身の身姿を表した様子が描かれており、カッパの一種との解説文が添えられている。水木茂の著書などによれば、以下のようにある、赤ん坊の泣き声を出して人を騙す。かわいそうに思った人間が赤ん坊を助けようと近づくと、別の方向から泣き声を上げる。これを繰り返した挙句、助けようとした者は足を救われて、 水の中に落ちてしまい、その姿を面白がるという。出現地は、水木しげるロードの彫像によれば、九州地方とされるが、山田のりおの東北階段の旅には、秋田県に川赤子なる妖怪が現れたとある。川で歴史した赤ん坊の例とも言う。ただし妖怪研究家、村上賢治は、この妖怪についての民間伝承は特に残されていないことを理由として、 前述の妖怪としての行動や諸説を、根尺が登く百鬼の絵から想像されたものに過ぎないとしている。また妖怪研究家、田中美は、動画との川赤子の背景には、イカダと釣竿が描かれており、イトミミズが赤子と呼ばれていたことから、実際に伝承されている妖怪を描いたものではなく、一種のシャレで描かれたものとの説を唱えている。また、 川辺の動物の鳴き声から願望を連想して描いたものとも言われる。また、江戸時代の古書、絵本さよしぐれによれば、関西時代に大阪の浜で釣り上げられた海魚が子供のような声を上げたとあり、これが川赤子という妖怪の形成に関連しているとの考察もある。前日の東北会談の旅には、川赤子と共に山赤子という妖怪が述べられている。 秋田県で百姓が臓器を通りに山へ入ったところ、足元の落ち葉の中に寝ており、大人の声で痛いぞと文句を言いつつ、泣きわめくふりをして人を騙すと言われている。ありがとうございます。